おはようございますただいまから決算特別委員会第二分科会を開会いたします本日は都計都市計画局の審査を行いますそれでは質疑のある方は挙手願いますはいありがとうございますそれでは理事者説明願います、はい、鈴木都市計画部長 おはようごう,うございいますどぞ着席ししてて説明くださそれでは都市計画局所管の平成27年度各会計の歳入歳出決算についてご説明申し上げますえおともと平成27年度京都市各会計歳入歳出決算事項別明細書実質収支に関する調書をご覧ください金額につきましてはえまん延位でご説明申し上げますまず一般会計の歳入でございます12ページをお願いいたします 第7巻分担金及び負担金、第1項負担金、第5目計画費負担金、ページをおめくりいただきまして、15ページの第1節、計画総務費負担金及び1つといまして、第3節、建築指導費負担金の収入済み額はゼロでございますが、これは管理不全空き家の緊急安全措置と行政代執行を行いましたものの、債務者からの負担金の納入がなかったものでございます。第2節、風知美観費負担金の収入済み額につきましてもゼロでございますが、これは屋外広告物、また開発指導等に係る 世代執行を行なかったことにより負担金収入がなかったものでございます第4節住宅管理負担金の収入済み額1690万円は東日本大震災の被災者に対する支援住宅の提供に関し災害救助法の規定による急所経費を受け入れたものでございます18ページをご覧ください 第8巻使用料及び手数料第1項使用料第6目計画使用料ページをお見くりいただきまして21ページ第1節景観まちづくりセンター使用料の収入済み額72万円は京都市景観まちづくりセンターにおける駐車場などの使用料収入でございます同じく第2節市営住宅使用料の収入済み額53億4229万円は市営住宅の家賃などの収入でございます同じく第3節その他使用料の収入済み額9044万円は第5交流会館の会議室などの使用料都市計画局所管の 土地への電柱、電話、柱ガス管等の設置などに係る目的外使用料などでございます。二十四ページお願いいたします。第二項手数料第六目計画手数料第一節風知美観費。え風致美観手数料の収入済み額。七千三百四十七万円は、屋外広告物及び開発行為の許可などに係る申請手数料でございます。同じく第二節計画指導手数料の収入済み額。四千四百八十九万円は、建築基準法等による許可、確認、検査などに係る申請手数料でございます。 26ページをお願いいたします第9巻国庫支出金、第1項国庫負担金、第2目計画費負担金、第1節、風知部会員費負担金の収入済み額1億8281万円は、古都散々保全再生事業や歴史的風土特別保存地区内の土地の買い入れなどに対する交付金でございます。 同じく第2節、住宅管理費負担金の収入積み額5億6376万円は、市営住宅における外壁回収や屋上防水など、計画的な維持修繕に対する交付金でございます。同じく第3節、住環境整備費負担金の収入積み額11億6532万円は、市営住宅の改善や住宅地区改良事業などに対する交付金でございます。30ページをお願いいたします。 第二項国庫補助金、第6目計画費補助金、第1節計画総務費補助金の収入五千四5433万円は空き家対策推進事業や歴史的京都における密集・街地対策の推進などに対する交付金でございます。同じく第2節都市計画費補助金の収入済み額1億8218万円は歩く町京都の推進に係る駅等のバリアアフリー化の推進などに対する交付金でございます。 同じく第3節、風池美観費補助金の収入済額9498万円は、特別緑地保全地区内の土地の買い入れや、歴史的町並み再生事業、伝統的建造物群保存等事業などに対する交付金でございます。 第4節、計画指導費補助金の収入済み額2億2251万円は、民間建築物の耐震化対策などに対する交付金でございます。第5節、住宅政策費補助金の収入済み額3億1868万円は、地域有料賃貸住宅にかかる家賃補助や、安心住まいづくり推進事業などに対する交付金でございます。 第6節住宅管理費補助金の収入み約333万円は被災者向け住宅情報センターの運営に対する交付金でございます。 第7節、住環境整備費補助金の収入額1億391万円は、市営住宅の改善や住宅地区改良事業に対する交付金でございます。38ページをお願いいたします。第10巻、不支出金、第2項不補助金、第4目、計画費補助金、第1節、風地美観費補助金の収入分額367万円は、歴史的風土特別保存地区内の買い入れ地における病害虫の防除に対する不補助金でございます。 第2節計画、建築指導費補助金の収入済み額6786万円は、民間建築物の耐震化対策に対する不補助金でございます。42ページお願いいたします。第3項不委託金、第6目、計画費委託金、第1節計画、都市計画費委託金の収入済み額3万円は、京都府福祉のまちづくり条例に基づく、受託事務に対する不委託金でございます。44ページお願いいたします。 第11巻、財産収入第1項、財産運営運用収入第1目、財産貸付収入第1節、土地・建物貸付収入の収入済み額12億5449万円のうち都市計画局分は1億6377万円でパセオ大王の敷地や洛西ニュータウン内の私有地などの貸付収入でございます第2目、えー、基金運用収入の収入済み額5億5501万円のうち都市計画局分は47ページの第17節 京都の優れた景観を保全し、形成する事業基金収入2万円、第18節、住宅市街地開発事業基金収入2340万円、第19節、市営住宅基金収入1768万円の合計4110万円で、いずれも基金の運用による利息収入でございます。 第2項財産売り払い収入第1目不動産売り払い収入の収入済み額21億6498万円のうち都市計画局分は6440万円で不要となった土地の売却による収入でございます同じく第2目物品売り払い収入第4節計画収入の収入済み額152万円は都市計画地図などの売り払い収入でございます54ページお願いいたします 第13巻繰入金第2項基金繰入金第1目基金繰入金の収入済み額57億5872万円のうちえ都市計画局分は3億9054万円でいずれも基金から繰り入れたものでございますが第13節環境共生市民共同事業基金収入15億2847万円のうち2337万円は既存住宅の省エネリフォーム支援事業に係る財源として 第14節、京都の優れた景観を保全し、形成する事業基金繰り入れ、426万円のうち、326万円は、伝統的建造物群保存事業、および箏散山保全再生事業の財源として、第15節の新住宅市街地開発事業基金繰り入れ、2903万円は、洛西ニュータウン関連事業にかかる財源として、57ページの第16節、市営住宅基金繰り入れ、3億3386万円は、市営住宅の維持・修繕にかかる財源として、 また第20節ふるさと納税基金繰り入れ2592万円のうち100万円は歴史的町並み再生事業にかかる財源としてそれぞれ繰り入れたものでございます60ページをお願いいたします。 第15巻初収入、第3項貸付金管理収入、第4目計画費貸付金管理収入、第1節、京都池地下街株式会社貸付金管理収入の収入済み額5800万円は、京都池地下街株式会社への貸付金の返済金でございます。同じく第2節、京都市住宅供給公社貸付金管理収入の収入済み額5735万円は、住宅供給公社への貸付金の返済金でございます。 同じく第3節、関西国際空港土地保有株式会社貸付金管理収入の収入の三330万円は、関西国際空港土地保有株式会社への貸付金の返済金でございます。62ページをお願いいたします。第4項、預託金管理収入、第4目、計画費用託金管理収入、第1節、屋外広告物適正化促進融資、預託金管理収入の収入の額190万円は、屋外広告物適正化促進融資にかかる預託金の管理収入でございます。 同じく第2節、安全住宅改善資金融資、預託金、管理収入の収入済み額5億1400万円は、安全住宅改善資金融資にかかる預託金の管理収入でございます。64ページお願いいたします、第4項雑入、第3目可燃度収入、第2節、使用料及び手数料可燃度収入の収入済み額1億1438万円のうち、都市計画局分は9065万円で、市営住宅の家賃収入などにかかる可燃度収入でございます。 同じく第6節、初収入の収入の収入図脈1億615万円のうち、都市計画局分は293万円で、市営住宅の教育費などにかける仮面の収入でございます。次に第4目、雑入、ページをおめくりいただきまして、67ページの第2節、保険料収入の収入図脈3332万円のうち、都市計画局分は15万円で、臨時的任用職員の本人負担雇用担保険料収入でございます。 同じく第九節、計画雑入の収入済み額1388万円は、市営住宅の業益費、敷金などの収入でございます。以上、都市計画所管の歳入合計は100億6062万円でございます。え続きまして、一般会計歳出でございます。88ページお願いいたします。第二巻総務費、第四項財産費、第三目え、建物管理費の、 支出積み額3億432万円のうち都市計画局分は2億8067万円で市庁舎や空調舎各局所管事業所等の私有建築物の維持修繕などに要した経費でございます不要額416万円のうち都市計画局分は232万円で各工事の入札による落札減などによるものでございます108ページをお願いいたします 第3項、文化市民費第3項、市民生活費第1目地域振興費の支出済額29億6951万円のうち都市計画局分は3億4861万円で私立浴場の管理運営に要した経費でございますページをお願いいたします。 第6項文化市民施設整備費第1目文化市民施設営善費の支出未額114億9201万円のうち都市計画局分は341万円で市立浴場の修繕に要した経費でございます続きまして194ページをお願いいたします 第7巻計画費、第1項計画総務費、第1目計画総務費の支出未額43億9838万円は行財政局所管の職員給与費や、お池地下街地下駐車場等にかかる貸付金や補助、お池公共地下道の維持管理、第5交流会館の運営、落西ニュータウン内の所管施設の維持管理などに要した経費でございます。 扶養額1億1537万円のうち都市計画局分は6680万円でお池公共地下道の維持管理等において経費節減を行ったことなどによるものでございます196ページをお願いいたします第2目町再生創造推進士の支出額2億9208万円は空き家対策の推進歴史的京都における密集市街対策の推進洛南新都の町づくりの推進京都市景観町づくりセンターの運営などに要した経費でございます 翌年度繰り越し額1700万円は空き家活用、流通支援等補助事業について対策事業が翌年度内に完了しなかったため翌年度に繰り越したものでございますえ扶養額5790万円は地域連携型空き家流通促進事業における補助金の減や一しい管理不全空き家に対し空き家特別措置法に基づく行政代執行を行わなかったことなどによるものでございますえ198ページでございます 第3目駐車場事業特別会計繰出資金の支出積み額7630万円は第5駐車場を取得する際に発行した資材の償還や運営経費に対する繰出資金でございます不要額395万円は駐車場使用料収入が当初の予想定以上に伸びたことに伴い一般会計のからの繰入金が繰出資金が減少したことなどによるものでございます。 第4目基金積立金の支出未額2億5464万円は不要となった土地の売却による収入やパセオ第五郎敷地の貸付収入などを基金に積み立てたものでございます不要額1億540万円は財産売り払い収入の見込み減による市営住宅金への積立金の減などによるものでございます第5目都市づくり推進費の支出未額464万円は空き家対策推進事業のうち翌年度から繰り越した事業に要した経費でございます 次に第2項都市計画費第1目都市計画費の支出未額5063万円は都市計画法に基づく事務や烏丸公共地下道の維持管理などに要した経費でございます翌年度繰り越し額800万円は烏丸公共地下道の無線設備の更新工事が年度内に完了しなかったため翌年度に繰り越したものでございます不養額の570万円は都市計画審議会の開催回数の見込み減などによるものでございます 次に第2目、交通政策費の支出テ額10億3411万円は、歩く町・京都総合交通戦略の推進や、鉄道施設整備事業などに要した経費でございます。翌年度繰り越し額1億3270万円は、駅等のバリアフリー化の推進などについて、対象事業が年度内に完了しなかったこと、また、鉄道施設安全対策事業について、国の追加内需に伴う財源を活用し、事業をつつ実施するため、2月補正予算に計上したことなどにより、翌年度に繰り越したものでございます。 国土額の5584万円は、全国道路交通情勢等調査における国庫補助金の採択が得られなかったことによる調査委託料の減や、駅等のバリアフリー化の推進、および鉄道機動・安全設備における補助対象事業費の減などによるものでございます。 200ページをお願いいたします。第3項風知美観費、第1目風知美観費の支出未額3億8206万円は美観地区等規制指導事務や歴史的町並み再生事業、歴史的景観の保全に関する検証事業、屋外広告物対策などに要した経費でございます。不要額4719万円は屋外広告物対策における食卓員報酬の減や都市計画法等の違反行為や違反屋外広告物に対する行政大執行を行わな,なかったことなどによるものでございます。 202ページをお願いいたします第2目と保存事業費の支出未額5億3692万円は歴史的風土特別保存地区内の土地の改れや施設整備維持管理と散々保全再生事業などに要した経費でございます扶養額1392万円はと散々保全再生事業にかかる落札減などによるものでございます204ページをご覧ください 第3目開発指導費の沈み額979万円は開発行為や宅地造成にかかる許可指導や大規模盛土造成地調査などに要した経費でございます扶養額5401万円は都市計画法等に基づく行政代執行を行わなかったことなどによるものでございます 次に第4項建築指導費第1目建築指導費の支出額5億8467万円は民間建築物の耐震化対策や建築基準法に基づく許可確認事務歴史的建築物保存活用推進事業などに要した経費でございます翌年度繰り越し額8660万円は耐震診断が義務づけた大規模な 建築物に対する耐震診断や耐震回収への助成などについて対象事業が年度内に完了しなかったため翌年度に繰り越したもの不要額の3億1935万円は耐震診断が義務付けられた大規模な建築物に対する耐震診断助成や牧草住宅などの耐震回収助成の補助金の減などによるものでございます206ページをお願いいたします 第5項住宅政策費第1目住宅対策費の支出未額15億451万円は既存住宅の省エネリフォームへの支援や平成の京町や普及促進事業分譲マンション支援 安心住ままいいづくり推進事業などに要した経費でございます翌年度繰り越し額450万円は平成の京町や認定補助について対象事業が年度内に完了しなかったことにより翌年度に繰り越したもの不養額の1億888万円は安全住宅改善資金融資の見込み減や地域有料賃貸住宅供給促進事業における家賃減額補助金の減などによるものでございます208ページをお願いいたします 住宅第6項住宅管理費第1目、市営住宅管理費の支出額44億89万円は、市営住宅の維持管理に要した経費でございます。翌年度繰り越し額5億5070万円は、落市市営住宅の維持修繕事業が国の公的賃貸住宅長寿命化モデル事業に採択され、2月の補正予算で財源構成を行った結果、他の事業に充当が可能となった国費を活用し、事業を実施するため、翌年度に繰り越したものでございます。 扶養額の3億2052万円は市営住宅の維持修繕における工事費の落札減などによるものでございます210ページをお願いいたします。 1> 第1目住環境整備費の支出額41億6608万円は、市営住宅ストック総合活用事業をはじめとする市営住宅の改善、住宅地区改良事業や住宅市街地総合整備事業に要した経費でございます。翌年度繰り越額14億7590万円は、市営住宅の改善にちいて国の補正予算に伴う国費を活用し、事業を実施するため、2月補正予算に計上したことや、関係者との協議に時間を要したことなどにより、翌年度に繰り越したものでございます。 扶養額の10億9629万円は建物買収等の難航による執行残余や支援住宅ストック総合活用事業の落札減などによるものでございます以上都市計画給所間の歳出合計は148億3203万円でございますえ続きまして駐車場事業特別会計でございます430ページをご覧くださいまず歳入でございます 1> 第1巻使用料及び手数料、第1項使用料、第1目駐車場使用料、第1節、第5駐車場使用料の収入積み額は4180万円でございます、第3巻繰入金、第1項一般会計繰入金、第1目駐車場事業特別、えー、駐車場事業費繰入金、第1節駐車場事業費繰入れの収入積み額509万円は、第5駐車場の運営費の一部を一般会計から繰り入れたものでございます。 同じく第2節交際費繰り入れの収入積み額10億80万円のうち都市計画局分は7121万円で第5駐車場取得などのために発行した資材の管理償還費用を一般会計から繰り入れたものでございます続きまして歳出でございます434ページをお願いいたします第1巻駐車場事業費第1項駐車場費第1目第5駐車場運営費の支出積み4690万円でございます 436ページをご覧ください、第2項交際費第1目、元金の支出積み額、11億4782万円のうち、都市計画局分は6754万円で、第5所駐車場取得などのために発行した駐車場債の元金償還分として、市交際特別会計へ繰り入れたものでございます。 第2目えー、利子の支出未額5,959万円のうち都市計画局分は320万円で第5駐車場取得などのために発行した駐車場債の利子分として市公債特別会計へ繰り出したものでございます。 第3目事務費の沈み額72万円のうち都市計画局分は45万円で駐車場債の償還に伴う事務として市公債特別会計繰り出したものでございます都市計画局所管の平成27年度各会計の歳入歳出決算の説明は以上でございますご審議のほどどうぞよろしくお願いいたしますここで確認のため質疑通告者と順序を申し上げます 山本博文委員、田中貴則委員、山本陽子委員、日置委員、山岸委員、森田守委員、堀委員、西山委員、鈴木副主査富委員、倉田委員、大道委員、田中昭秀委員、河合委員、下村委員、田中失礼ししまた玉本委員、井上賢治委員、宇佐美委員、村山委員、菅谷委員、以上、通告漏れの方はおられませんか。 では順次発言を許します山本博文委員、おはようございます。特別質疑の6日目ということでよろしくお願いをしたいと思います。えっとまずは私からあのニュータウンの活性化ということで、昨年も向島ラクの方でともに取り組みがされ、そして今年度においては。 向島ではまちづくりビジョンが、洛西ではアクションプログラムが作られるということになっております。まあ、私は特にあの向島の方について、主に3点ほど、まずは質問をさせていただきたいというふうに思います。えー、向島ニュータウン、もちろん皆さんご存知だと思いますけれども、大変いい場所にあります。 近鉄も乗り入れをしておりまして京都駅まで17分、まあ、地下鉄でいうと反対側に行くとちょうど松ヶ崎ぐらいがあるのがそういう距離感ですでニュータウンの中には京都市の証明書の発行コーナーもあったり図書館もありますさらには、まあ、民間のスーパーや商店街等々もあります でこれから3小学校、1中学校の施設一体型の統合が予定をされているということで、これから大きく変わろうとしているこの向かい島ニュータウン、まあ、今回作られるまちづくりビジョンでも、まあ、しっかりと未来を見据えて、まあ、今回のビジョンは5年間、あ今年度を入れて5年間の計画ですので、えー、しっかりと未来を見据えて、そしてまさに活性化、今回、まちづくり委員会でも千里ニュータウンの、 活性化を視察をさせていただきましたけれどもおしっかりとした活性化に向けて取り組んでいただきたいと思いますまず一つ目の質問が、えー、商店街です、えー、向島ニュータウンのちょうど真ん中あたりには、えー、向島ニュータウンニュータウンセンター商店街という商店街がございます、えー、ただ残念ながら私も何度か行ったことありますけれどもそれほどやっぱりまあ これはもう向島のせいということではなくて、まあ、全国の商店街の事情といつにしてあ同じようにしてですね。同じようにして、やっぱり活気という面では昔から比べるとだいぶなくなってきたのかなというふうに感じております。まあ、一方でまあ、近所にはあ,、まあスーパーマーケットもあるということです。やっぱりこういった買い物の拠点が一箇所に集中しているというところも、この向島ニュータウンの一つのいい。 ところではないかなというふうに思うんですけれども、まあ、この商店街の活性化については、おそらく、まあ、京都府であったり、えー、さらには京都市でいうと山間たりがやっておられると思うんですけれども、都市計画局としてこの商店街についてはどのように捉えておられるか、また今、えー、話を聞きますと、1業種1店舗という、まあ、縛りがかけられていて、えー、なかなか競争原理が働かなくて、えー、まあ、 利用者にとってはあまりよくない状況があるというふうにも聞いておりますけれども、その辺も含めて、この商店街について、どのように捉えておられるか、ご答弁をお願いいたします吉住都,都,市都市企画部部担当部長、はい、ありがとうございますあの。この向島ニュータウンでございますが あのご紹介ございました通。とおりまあ、今年度から新たにま地域の皆様、それから事業者行政が集まりまして、まあ、向島ニュータウンの前づくりビジョン検討会というのを立ち上げてございます。この中で幅広い議論活性化に向けた議論を今進めているという状況でございます。その中で、えー、ご指摘ございました。向島ニュータウンセンターの活性化、これについてでございますけれども。 あの現在、やはりその活性化に向けた課題がいろいろ出てきていると、えー、まあ高齢者の方も増えてくる中で、お買い物環境をどう維持していくのかというようなことが、えー、ワーキンググループでの会議、あるいは先日開催いたしました、ムカジガムニュータウンのこれからを考えるつどいということもあの開催いたしましたけれども、そういった中でも課題として出てきているというのが今の状況でございまして、我々もそういうまあ課題があるというふうに認識するところでございます。ここちらににつきましてはあの現在のの検討会本検討討会会本中に 商店街と活性化、交通問題ワーキングというのを設置してございまして、こちらでも議論してございます、そういった中で、この活性化については非常に重要なテーマであるということで認識いたしてございます、さらに先生からご紹介指摘ご,ございました、一業種一店舗、この問題でございますけれども、このニュータウンセンターの商店街、京都市住宅供給公社のがまがテナントに賃貸をしているといった中で、一つの業種については一店舗の入居に限ると。 いうことでの今、運用となっていることにつきましても、住民の皆様からえまあもっと魅力的な街りと商店街づくりということで、声をいただいていることでございますので、そういった意味合いでの課題として、今、認識してえ議論をしているといったところでございます、以上です山本委員、はいいいよろししくお願いいたします、えっと、次です、えっと、向島ニュータウン、あの市営住宅の部分と、まあ、UR が管理している部分と、そして分譲の部分があります。で おかげさまでといいますか、いわゆる市営住宅の部分については、耐震調査も、そして耐震化の工事も、えー、今すべて終わっているというふうに認識をしておりますけれども、残念ながら、分譲のマンションの部分については、耐震の調査も、耐震の工事も行われて、えー、おりません。でえー とはいえで、それぞれの2階、いわゆる2階区、3階区という分譲のところもです、ね、高層の11階建てのビルがあって、で他の市営住宅のビルと同じ時期に建てられたビルなんです。で、結果として、いわゆる市営住宅の部分が耐震化をされた、まあ、これは京都市が管理をしているものですから、耐震化をされたということを考えると、 分譲に住まれている方々からすれば、やっぱり同じ時期に建てられた建物であるということを踏まえて、やっぱりうちの住んでるこの分譲の部分についても、やっぱり耐震性能には問題があるんじゃないか、耐震し診断もしなきゃいけないし、診断の結果によっては耐震補強しなきゃいけないんじゃないかという思いがあるけども、なかなかやっぱり。 マンション、多くの方が住まわれているマンションで、えー、耐震工事、まあ、1棟やると1500万とかかかるらしいというところもあって、ですね進んでない現状があるんですけれども、まあ、この辺について、どのようにお考えでしこの分譲マンションの耐震化についてでございますけれども、あのご承知のとおり、あのまず市営住宅につきまして、これについてはまあ京都市所有の財産と。 いうことでございますので、まあ、市が直接ま耐震の調査であります。とかまあ、施工を行っているという状況でございます。けれども、一方あの分譲マンション、昔島ニュータウンで申し上げますと、2階区3階区というのがまあ該当いたします。これについてまあ築年数がまあ市営住宅とほぼ同等ということで、えー、まあそういうご心配の声もあるということかということで認識してございます。けれども、この文書マンションにつきましては、やはりその住民の皆様のまあ所有の財産であるということでございますので、まあ、所有者の方々のま合意形成をいただきまして。 またちょっと費用負担もいただいた中でえ、耐震が進めていくという必要があろうかというふうに考えます。ただ、あのーまあ、そういった中で、本市におきましては、まあ、一定の要件のもとでございますが、分、ま、譲、あ、マンションの耐震化、この支援制度というのもございます、特にあのここ、向島入隊におきましては、まあ、現在、このまちづくりのビジョンの検討を進めておるという状況もございます、その中で、住まいと共用部のワーキングというのも設けてございまして、まあ、住居に関するまあ課題、議論してございます。 まあ、こういった機会も捉えまして、まあ、この耐震化支援制度、まあ、周知も図っていきたいと。いうふうにも考えてございますし、あの、このまニュータウン活性化の取り組み。これに通じまして、え、この耐震化についても、まあ、給与の高まりにつながればと、いうふうに考えているところでございます。以上です山本委員。わかりました。あの、まあ、とはいえで、あの、この。向島ニュータウンの中にあるマンションっていうのは。校舎なり、京都市が建てたものですよね。あの、一般的にある、そこらにある、そういうマンション。 民間の開発会社住宅の会社が土地を買って建物を建てたという類のものではなくてやっぱり町づくりとしてこの京都市なり校舎がやっぱり建てた建物であるという経過を踏まえるとぜひともより積極的な取り組みをしていただきたいというふうに思います、えっと、向島ニュータウンについては最後です、えー、向島ニュータウンの真ん中には中央公園というまあ長い細長い公園が ございます、えー、地域の方々が今一生懸命手入れをされて本当にこの前その手入れをされている方ともお話をしてきたんですけれども、まあ、いつ行っても何かしらの花が咲いているというふうにまあ自慢を大変されておりました、まあ、ただやっぱりその方ももちろんあの高齢化をされてきて、まあ、今後のことが心配だということもありますし、まあ、整備についてもなかなか費用が出ないということもお お訴えになられてました、まあ、具体的におっしゃっていたのは東側にこうあの公園の中にこう川が流れている小さな川が流れているんですけれどもその流れたたどり着いたところの東側の滝があるんですけれどもその滝はこうポンプで 水を汲み上げて、えー、滝を流しているんですが、もうそこのポンプが壊れて滝が止まってしまっている、反対側にある、西側にある噴水も、そのポンプが止まってしまって、えー、壊れてしまって、噴水が止まっているというようなこともおっしゃっていました、まあ、こういった課題についても、今後、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思いますけれども、そのについてのご所見をお伺いしたいと思います吉住担当部長。はい この向かい島ニュータウン中央公園についてでございますけれども、管理のはまは建設局のでまでしていただいているという状況でございます。そのまず東側の滝の部分でございます、これについては現在、ご指摘のとおり、ポンプが故障してございまして、水が止まっているという状態でございます。ただこれについては今年度、終了していきたいということで聞いているところでございます。 一方、西側の噴水、これにつきましては、えー、もう機能がなくなっているということで、施設としてはもう廃止をしている状態というふうに伺ってございます。あのこの向島ニュータウン前作りビジョンの検討会でございますけれども、あのまあ、住まいと共用部の改善ワーキングというのもございます。こういった中で、えーまあ、町ののバリアワークフリーフ話も含めまして、まあ 快適で安全なまあ中央公園の維持ということについてもまあ議論をいただいているという状況もございます。そういった中であのまあこの中央公園でございますけれどもまあニュータンの魅力にとってまあ非常に大事な空間であるというまあ認識もしてございまして、え今後まあ向かい側ニュータンの活性化に向けてまあどのような取り組みができるのかということについてまあ関係局とも調整をしながらえまずくルビジョンの取りまとめに向けて引き続きまあ検討させていただきたいというふうに考えているところでございます。山本委員はいよろしくお願いします。あの 今回のまちづくりビジョンを作るに際して向かい島の方々は、まあ、ある意味初めての取り組みですあのすごく期待をされています、えーまあ、学校の登校のことも含めてすごく期待をされていますしある意味このチャンスを逃すともうしばらく向かい島ニュータウンで活性化することは難しいんだろうなというぐらいの捉え方をされております、まあ、正直、まあ、今後あのあの若者の リフォーム等も含めて進んでいくとは思いますけれどもやっぱり京都市にも京都市側としてもそれなりの覚悟とまあ、予算を持ってしっかりとこの事業っていうのは進めていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします、えー、次に歩く街京都の観点からあ1点だけ、えー、っと先日の本会議市会本会議でもまあ、要望という形ではありましたけれども周辺部のつバス待ち環境の整備ということで 質問をと要望しておきたいと思います。えー、今、まあ市バスのバス待ち環境っていうのは非常によくよくなってきました。まあ、よくよくなればなるほど周辺部の民間バスの事業者のバス停が見劣るというかいうような状況がどん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 生まれてきています。 ま伏見でもいくつか民間バスが走っていますけれども、民間バスが走ってる地域というのは、えてして本数が少ない、だからこそ、ベンチが欲しい、上屋が欲しいという要望がたくさんあるわけであります、まあ、そういうことについて、もちろん一義的にはそのバス事業者が、お客様サービスの観点で、 そういった上屋であったりベンチであったり設置するのはま当然とは思いますけれども、やっぱり歩く街という京都市全体的なことを考えると、そういったところにももう一歩二歩踏み込んだ取り組みが京都市でもできないだろうかというふうに私は考えております。あの今、えー、と一昨年ぐらいでしたでしょうか。あの減免制度があのバス停であったりベンチで置いた時の道路占有料の減免 免除の制度が始まりましたけれども、まあ、そういうことも含めて、まあ、今後、まずはお願いをするというところから、あしっかりと始めていって、周辺部のバス待ち環境の整備というものを進めていただきたいというふうに思いますけれども、いかがでしょうか山口歩く町京都推進室担当部長。どう失礼いたします まず、あのご質問の方はえ市バスの運行エリアそれとこのみえ民間バスのこのエリアでま例えばこのバスマち環境この辺の探し推しということでございます。あの、確かにあの市バスの運行エリアにつきましては？ あのこれ交通局の方地域主体のモビリティマネジメントと連携した形ということで、路線ダイヤの拡充とか、それからバス待ち環境の改善、これ、現在、積極的な経営が進められておりまして、民間バスの,この運行路線との間で、サービスの水準、これに差が生じている、ああ際立っているということでしょうか、そういうことは承知しているところでございます。 あの我々といたしましては、この人と公共交通を優先の歩く間一丁との実現、まあ、これに向けまして、民間バス会社の果たす役割、これは多くございますあの、その利便性を高めていかなければならないということは強く認識しているところでございます。こうした中で、えー、バス待ち環境の改善の方でございますが、あの先ほど先生あの、ご紹介ございました、まあ、例えば民間バス会社。 こちらの方ですね、やはりいろいろお話聞いてますと、維持管理、これにもお金かかるということで、そうしたお話も聞いております、そうした中で、これ、実は今年度からですけれども、新たにこのバスの停留車や標識中、上や、これの道路専用料、こちらの方を免除する制度、これを導入し、今現在、のバス事業者9社から改善計画、これを頂戴しているところでございます。 また、それ以外にバス待ち環境、こちらの支援ということでございますが、例えば民間バス業者におきましてのバスロケーションシステム。 これをつける場合の整備事業に対する補助、こうしたものも行っておりますし、また一方では、これはあの少し広い範囲になろうかと思いますが、あの一つ、あの歩く前京都推進この会議、このネットワーク、公共構想のネットワーク会議というのがございますが、あのこうしたところの下で、まあ、例えば、 落地域なら、この、えー、落災ワーキングというふうな呼び方をしておりますが、えー、そこに、えー、発しております、えー、バス事業者4社、まあ、並びに鉄道事業者なんかも入った中で、まあ、例えば、えー、ダイヤの改善とか、それから、えー、テールショーあの、共通したテールショー、これをきれいにした形にやっていくような取り組み。また、あのー え近いところではえここらのバス会社民間バス会社も入っています。あの JR 桂川駅こちらの方のえ例えばあの安全走行ちょっと危険なところございますのでえそうしたところのお話し合いえそうしたこともあの改善進めているところでございます。あのー、まだまだということえたくさんあろうと思いますが今現在の状況ということはえこうした状況でございます。山,山本委員。 まあ今あのだいぶその差が開いてきているということを認識されているということでしたので、まあぜひまあいろんな取り組みの中で改善に向けてま取り組んでいただきたいということもお願いをしておきたいと思います。えー、最後にえー木造住宅の耐震化についてえ質問をさせていただきたいと思います。まあ あの町の匠の事業等々もあって、当初、なかなか進まなかったこの木造住宅の耐震化ですけれども、えー、決算年度、平成27年度は、8、え、0、ー、工事の助成ということで、846件、失礼、827件ということで、えー、あれ、こっちは800、まあ、800件を超えるという数で、えー、報告をいただいております。まあ、これまで 平成25年度が447件、平成26年度が560件台だったことを考えると、まあ、大きく増えたなというふうにも思っております。で、えーまあ、去年度でまっ、あ、たその計画は終わって、また今年度から新たな計画ということで、今後10年間で、 平成37年度末までに木造住宅の95%を耐震化するという目標を掲げられております、まあ、これに向かってしっかり取り組んでいただきたいということなんですが、今、京都市でその対象になっている住宅っていうのは、昭和65年月あ5月31日以前に建てられた住宅であります。まあ、日本中ほぼ制度としてそういういこの このいわゆる建築基準法が改正さ,改正をされた昭和56年3月5月31日が以前のが対象になっている自治体が多いんですけれども、まあ、いくつかの自治体では平成12年5月31日平成12年5月31日以前に建てられた木造住宅についてもこの耐震化の助成制度の対象にしているという自治体があります。まあ、簡単に言うと 平成昭和56年に大幅な建築基準法の改正がされて、えー、平成の12年にも、まあ、中幅ぐらいの、えー、建築基準法の改正がされたということを受けて、こういう結果になっているというふうに思うんですが、まあ、京都市として、この昭和56年から平成12年までの間に建てられた木造の住宅については、どのようにお考えになっているのか、それだけ最後、お伺いをして、えー、終わりたいと思います。 えー、羽黒建築指導部長。はい 今、山本委員のご質問でございます、建築基準法、大きく法改正がされましたのが、ご指摘のとおり昭和56年でございますが、その後、平成12年に、その新耐震と言われる中で、木造住宅の接合部の金物の補強等そういったことが基準的に補強されたということでございます。 今、議員がご指摘のとおり一部の自治体では平成12年の基準 以前の建物が耐震の対象というところもございますが、先の熊本地震で被害があった、それを、まあ、国の機関等が調査をした中の報告がですね、9月の末に出ておりまして、昨日の新聞報道でも国交省の方からは、昭和56年の新耐震は有効であったということで、新たな基準というのは再度見直さないと。 とといいうここが発表されててるところでございまして肝心なのはその昭和56年に新大使になった建物をその時間の経過とともにしっかりと維持保全をするというようなシフトにするというようなことがのたわれておりますのでまずは私どもあの先ほどた。 委員がご指摘ありましたように、新しい対策計画、今年の4月からスタートしたわけでございますけれども、公表を頂い,いております町の匠を核としまして、ですね昭和56年以前の木造住宅の耐震化の促進に注力していきたいと、そう考えておりしでございます進行いたします、田中孝則委員、はい。すみません あの、私の方からはですね、えー、歴史的景観保全に関するまあ、景観政策の充実という点でですね。あの質問をさせていただきたいと思います。まあ、これは26年度からまあ、検証27年度も検証28年度になると充実という形で、ずっとまあ、継続してしていただいているという風うに思っております。まあ、その中で、えー、先般、あの今え9月30日までですかね？していただいたパブリックコメントですね、えー、この歴史的景観の保全に関する。 取り組み方針の意見募集等ですねの資料を見せていただいて、その3ページにですね大文字山を例に挙げて、大文字の山がですね前にマンションが建つことによって、大文字が見えなくなる、そういった写真を見せていただいて、ふと私が小さい頃よく聞いたのは、ああ私住んでおるのが西京極なんですが、西京国の駅からですね見ると、駅の上に上がるとね、大文字が見えるんやで、見えてんでということをね、 あのまあ、父親とか、ですねまたその年配の方には聞いておったんですが、まあ、今は全くもって見えるどころか、もうビルしか見えないというのが現状であります、まあ、そういった部分ですね、まだ本当になかなか、えー、その歴史的な部分ではないですけど、本当に昔というのはまあ建物がなかったんで、右京区でも北から南、田んぼばっかりやったんで、ほとんど丸見えやったんで、西京極から花園の辺りまで何もなかったんやっていうので、よく何でも見えてんでということも聞きますし、まああの 先般のですね、まあ、こういった部分というのはですね、あのあとまあ先日の後金さん孫さんのですね、こう講演等でもですね、まあ,あの町屋の話もされてました。実際問題、ね、なかなか町中からでいうことはですね、町中からといった町屋というものが徐々になくなっているというのも現状かというふうに思います。まあそういった中でですね、まあ、昨年昨年度二十年度からですかね、まあいろいろとあのまあ、あの京都御苑のですね東側のマンションの計画の まあ、あの計画を受けてです、ね、おそらくこの、えー、施策が進めてこられたんだというふうに思っておりますが、まあ、あの今までのです、ね、これ、まあ、26年度から始まっております、まあ、改めて取り組みとです、ねまああの、今後どのように進めていかれるのかについて、まずお聞かせいただきたいというふうに思います、はい、杉浦都市警官部長。 はいえー、歴史的景観の保全に関する検証事業についてのお尋ねでございます。まず、あのこの事業の背景、課題ということでございますけれども、まだ本市ではあの絶えず景観政策の進化を図り、良好な景観形成を進めておるというところでございますが、近年、京都の景観資産のお資産である歴史的な建築物の敷地内やその周辺、今、ご指摘もいただきましたように、景観に変化が生じるような事象が生じている状況でございます。そのため景観に関する総点検を行い 課題の抽出や良好な景観を保全するために必要な措置を検討することにより、まあ、今後も世界の人々を魅了し続ける京都の景観づくりに努めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。これまでの取り組みの内容についてでございます。26年度から事業を進めているということで、特に昨年度の取り組みについてご紹介をさせていただければというふうに思います。26年度に調査をした61エリアから、世界遺産である清水エリアとそれ以外の自社と、 そしてモデル、これらからモデル地区を6エリア選定し、景観に関する詳細調査やシミュレーション等を実施いたしました。そして、学習者によるこれは2カ年目でございますけれども、歴史的景観の補正に関する検討会、これを4回開催し、モデル地区での調査結果を踏まえ、課題や対応策等について検討を行ったところでございます。これら,にもこれら検討会等のの意見を踏まえまえして、今後の取り むべき方針や具体的方策を、歴史的景観の保全に関する取り組み方針案として取りまとめたところでございます。この方針案でございます、取り組み方針案でございますけれども、基本的な考えといたしまして、歴史的資産とその周辺で大切に残すものを共有し、市民や事業者、自社等が連携し、歴史的景観を保全、創出することとしておるものでございまして、具体的な施策を検討するにあたり、3つの柱を、 まとめておりますますず1つ目でございます、創出の危機にある歴史的景観を保全するための景観規制の充実、2つ目が歴史的景観を保全するとともにより良い景観への誘導する有効な支援策、そして市民や事業者、自社等,へ等,々等の共同による景観づくりの推進ということで、掲げさせていただいたところでございます。今現在そういういいところでございます田中委員 わかりました。まあ、あのおそらく、まあ、これ、ずっと継続して、おそらくあの30日までのパブコメを取られたというのもあると思います、まあ、あのそういった部分で,です、ね、まあ、今後、まあ、どのようにえこれ、実際問題、スケジュール的な部分ですね、そういったものを含めて、ちょっとお聞かせいただきたいんですが。はいえー、杉,浦あ杉浦部長。はい、今あの、ご指摘をいただきました、あパブコメにつきましては9月30日で、えー、まず、 ままででしておったとといいうことでございますそれと併わせまして、市民意見募集ということで、あ市民協和と合わせまして、守っていきたい歴史景観として、お寺や神社がある風景、境内からの眺め、通りからの眺めと、守るべき歴史景観について、市民の皆様から提案をいただいたところでございます。 議員の方からもごご説明をいいいたただところでございますわせああて現在、これにつきましては、取りまとめの作業を進めておりますので、具体的な意見と、今後、まちづくり委員会等に報告をさせていただきたいというふうに考えておるところでございます。 またパブコメの期間中には、自社等の歴史的経過のテーマにした歴史的経過市民会議を8月の28日に開催をいたしました。さらに、今年度も昨年度を検討会を開催するわけでございますが、これまでの学習経験者の委員に加えまして、神社庁、文教会、経済界などの関係団体のほか、市民公募委員にも参画をいただき、幅広に意見交換を行おうというふうに考えておるところでございます。 今年度中には実効性、今後の取り組みといたしましては、今年度中に実効性のある具体的な施策をまとめることを目標に、今年度も引き続き検討会を実施し、検討,検討を深めていきたいというふうに考えておるところでございます田中委員あの。また委員会等でもです、ね、しっかりご議論いただけるということで、思っておりますんで、そのあたりはその常任会でお任せしたいと思います。まあ、それれれででですすねねいいろろと、まあ、これ進められるにあたりです、ね パブコミの資料とかにもありましたけど、市民の声を聞きながら、しっかり、案を作っていく、その中で、ですねどういった具体的な見える形にしていくかという案をまとめられるということですけど、いろいろとこれ、やっていくと、規制といいますか、あれはだめ、これはだめという形の中で、ですねがんじがらめになってしまって逆に市民の皆さんのですね、 暮らしがですね、なんか暮らしにくいものになっていく部分もあるかというふうに思いますし、まあ、そういった部分に関してですね、まああの、そういった暮らしていかれる市民の皆さん、またその関係に関する、関係の、えー、者に対してですね、まあ、どのようにご説明とか、この意見をどのようにですね進めていかれるのか、お聞かせいただければというふうに思います、はいえー、杉浦部長、えー、ただいまご指摘をいただきましたとおり、市民をはじめ関係者と、 と様々な面から意見交換を行い説明責任をしっかり果たしていくことが重要というふうに考えておりますそのため今年度からは具体的な政策の検討に当たりまして先ほど申しましたように各方面から参加をいただきまして幅広な議論を進めているというのが検討会でございますそしてパ、えー、ブコミに先立ちまして一つにはあの市民新聞の7月号でございますこちらに3面を使いまして歴史性警官に関する取り組みを を大きく取り上げていただき、周知に努めさせていただいたところでございます。さらに、えー、不動産団体でありますとか、建築団体など、施設に、政策に関連をする各方面へ、周知し、説明をさせていただいているところでございます。今回の株めのコメントだけでなく、今後も丁寧に市民や関係団体への周知や説明を徹底し、意見をいただく経営を設けながら、具体的施策の取りまとめを進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 田中委員。わかりました。ぜひともそれを進めていただきたいんですが、まあと1点だけ、あのおそらくこれ色々いろいろと、まあ。まあ、その中でやられる事業主さんとか色々いろいろとやられるとですね。おそらく経済活動に引っかかってくる部分があると思うんです。まあ、経済的に。まああのね。やってしまわなあかんとか。やっぱり自分のお金ないからこう。 というう分が出てくると思うんです市民の皆様にも、そういった部分はどのように対応を考えられているのか、まあ、あの今の段階で分かる範囲で結構ですんで杉浦部長、はい、今ご指摘の点でございますけれども、早い段階からしっかりと取りまとめを進める中で、えー、皆様にしっかりと説明をしていく、これが一番重要かと思っておりますので、<laughs> えー、その幅広にです、ね、ご説明を申し上げられるよう取り組んでまいりたいというふうに思っておるところでございます。 いろいろとあの、まあ、出てくる部分もあると思いますので、そういった部分は丁寧に局としても対応いただきたいというふうに思います。え次ににに、ねえーまあ、都市計画画のの局でで、ねまあ、いいいろとあの見せてたただ中年度はです、ねまあ、あの特に、えーえー、駅周辺における地域の、えー、区画あ地域域区 地区の見直しについてという形で,です、ねまあ、5, つ5つのエリアですね、まあ、あの見直しをしてされたということになって聞いております。まあ、その中で、特に私、右京区から出ておりますので、あのその年度に関しましてはです、ねえー、2箇所ですね、水、えー、<laughs> 政天神川の駅周辺と、 渦政安井、山の内の地区、この2箇所に関して、ですねいろいろと見直しがあったというふうに聞いております。まずこれ、どのような変更があって、どのように変わっていったのか、そのあたりをまずお聞かせいただければというふうに思います谷口都市企画部担当部長。 はいえー、と先生、ご案内ありましたように、右、え、京、ー、区ではあの昨年度、えー、と2件、えー、都市計画の変更を、あ都市計画の変更、あるいは決定をしておる部分がございます。一つはあの渦政や、渦正安い山の内というふうなところの中で、えー、と山の内の浄水場の跡地、これについて、活動方針を策定をさせていただいて、 大学と学大学などの学術研究機能を誘導するとともに周辺生活環境との調和を図りつつというふうなことで適切な都市機能を誘導するというふうなことの中で都市計画の決定変更をさせていただいているところでございます。でもう一つの案件でございますが、あの先生もご案内ありましたようにこの間駅周辺の見直しということで特にあの駅周辺につきましてはあの多様な都市機能集積をさせていきたいというふうな思いの中で。 学識経験者を交えた検討委員会を開く中で、太、え、秦、ー、天神川の駅周辺につきましても、今後、多様な都市機能、出所席を図っていくという,うなことで、都市計画の見直しをさせていただいているところでございます、以上でございます。田中委員 わ、まあ、かりました、まあ、本当にこのエリア、ですね私もずっとあの40年以上あの、この右京に住んでおりまして、昔はまあ浄水場のタンク、大きいのがあったり、ですね特に何かここに目立つものがあったわけではないんですが、まあ、右京区役所がですねこの山沙、この駅のところに移動してから、ですね、まあ、大学等が来て、大きく様変わりしている、まあ、地域の方もです、ね、いろいろと。 まあ、あの喜んでいただいている部分もありますし、まああの、そういった部分、まだ課題等もあると思います、そういった部分はこのエリアに関してもですねしっかりとえ、まあ、最後の最後まであのいろいろとサポートもいただければというふうに思っておりますえそれで、ですねあの、まあ、その流れで、まあえー、もう1点、ですね教区にはまた都市計画の変更をしていただく流れになっているところですね。 映画、まあ、村という部分があります、本当に、えー、多くの、最近ですね、いろいろと改革をされてです、ね、来場者も増えておる、そしてまあ道路の方もですも映画村前というのは、克服いただいておるというふうに私も思っております、本当にそういった部分では大変あ,のありがたい部分もありますし、しっかりといろいろと今後、されていく、そういった中で、この映画村の北,エリア北の部分ですね、まあ、JR の高架の北側のエリア、 そういった部分がです、ね、今後、えー、都市計画の変更され,るというされる内容ですね、そういった部分をちょっとお聞かせいただければというふうに思います谷口担当部長。はいえー、と今年度あの現在あの、えーと あの地域計画のえと条例の手続きもあのさせていただいておるところでございますがあの今年度の都市計画変更ということであの先生今ご案内ありましたようにえと映画村のあるうずまさ娯楽レクリエーション地区というところの都市計画の変更をさせていただいておりますでこれにつきまして都市計画はえ今年度え今年の8月に既にえと決定および変更させていただいておるわけでございますがうずまさ地区につきましてはあの古くから映像産業 文化の発信拠点であるとともにあの特にあの、えー、と映像文化を拠点とした観光拠点というふうなことで、まあ、広く市民とか観光客にも親しまれてきたところでございますでこういうような背景をもとに、えー、と平成8年に、えー、とまず映画村の周辺ということで娯楽レクレーション地区の拠点であるというふうなことで特別用途地区と地域計画これを合わせて今後もあの観光拠点として さらなる機能増進を図っていただきたいという位置づけを一旦しております。で、今回現在の駐車場で使われております。北側エリアにつきましても南側と一体となった施設整備をしていただこうというふうなことの中で、北側エリアにも同じような位置づけをさせていただいた。このようなところでございます。以上でございます。田中委員まあ、あのまあ変更された後ですね。まあ、なんかなんかあとは。<laughs> あのその土地の所有者がです、ね、内容を考えていかれるというふうに思っておるんですが、まあ、そういった部分でまあ本市としてです、ね、まあ、この町、どのようにな,、まあ、なっていくかというのは、その何かお話しされている部分があるのかどうか、どうなっていくのか、お聞かせいただければというふうに思います谷口担当部長。 はいえっ、ー、と具体的な整備計画につきましては、あの現在、あの所有者の投影、えー、株式会社において、えー、検討されておる段階であるというふうにはお聞きしております。あのただし、あの先ほど申し上げましたように、あの今回、北側に南側と同じような、えー、都市計画の変更させていただいたということで、えー、既存の南側と一体となって、えー、さらに、うずまさ地域のさらなる地域活性化のために、え造産業及び観光の拠点としてえー、発展をしていただきたい。 我々としてもそうなるようにしっかりと、都営さんの方とも今後も話をしていきたい、このように考えております田中委員、まあ。分かりました、本当にあのこういった都市計画変更によって、ですね、まあ、町が活性化するということは、ですねすごくいいことであると思いますんで、まあ、あ,のあると思います。まあ、ただですね、まあ、本当に えー、この地域というのは本当にその映画村の前の道はですね大変広くなって、あのー、すごく通りやすくなった一方ですねその周りの道といいますのは大変狭い道がやっぱり多くやっぱ地域の皆さんの生活道路がですね私も ちちょくもう支援者の所を回るときには、通らしているときに狭いところもあります、そういった部分で,です、ね、まあ、地域の皆様の,、ね、その生活する環境が、まあ、なかなかそれができてあのよくなくなったとっいうのではダメな部分もありますし、そういった部分で,です、ね、しっかりとそういった部分も話を進めながらです、ね、あの地域のまあ活性化につな,つなげていく形にしていただきたいというふうに思うんですが、そのあたりに関しましては、どのように考えられますでしょうか。谷口担当部長 はいえー、と先生、今、ご指摘ございましたようにあの映画村の周辺というところにつきましてはあの、えー、と一定、南北につきましては都市計画道路が完成しておるんですが、えー、特に東西部分、あの映画村、今回の変更の北側につきましては非常に、まあ、あの狭い道路になっておる、えー、そういうところであの車も結構通っておるというふうなところでございますで現在もあの映画村さんが自主的に、えー、と一部自分の敷地を提供されて歩道を作られておるというふうなところもございますが。あの この都市計画変更に際して、5月に地元説明会を行わせていただいた際にも、やはり地元の方から周辺の交通環境の悪化を施設今後の施設整備によって招かないようにというようなご要望もいただいております、こういうようなご要望につきましては、しっかりと東映さんの方にもお伝えをさせていただいておりますし、今後、施設整備の中で、そのようなことが起こらないように、我々もしっかりと指導していきたい、このように考えております。以上でございます田中委員 まあ本当にあのこの施設、映画村というのは私も毎年えまあ寄せていただく形でまああの日々あ、あこんな案があるねんなというので楽しませていただい施設がありますしそういった分ま分、地域の皆さんにも映画村さんの方はいろいろとまあ地域の中でもサポートあのコミュニケーションを取られるというふうにも私自身も聞いております、まあ、そういった部分で,ですねしっかりと地域また、この東映さん とまあ、本市しっかりとですねこの地域の発展のためにですね取り組んでいただきたい何かトラブルがないように進めていただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします以上です進行いたします山本陽子委員はい山本委員、はい、よろしくお願いしますまずはじめに市営住宅の負担区分についてお伺いしたいと思いますお風呂がない住戸に対して平成24年度から京都市の負担区分となって 空き家への風呂設置が進んでいるということです。えこれまで設置された実績はどのようになってますでしょうか。え年度ごとにえお答えください。どなたがはい、幡田住宅室長はい、えー。ただいまご指摘の、えー、平成24年度から、えー、あ。 浴室のあるスペースでお風呂のない住戸に、空き家整備の際に浴室を設置してきた実績でございます。年度ごとでございますけれども、えー、平成24年度は、えー、80戸、えーえー、失礼いたしました、平成24年度は40個、えー、平成25年度は80個 平成二十六年度も八十個、平成二十七年度は六十六個でございます。山本委員、昨年度あの数が減っているのはなぜでしょうか。畑室長、この浴室設置事業はあの国庫補助を活用して実施をしてございまして、昨年度は国庫補助の配当が不足した結果やむを得ず執行を一部留保したものでございます。山本委員。 あのぜひともあの国にもあの補,助補助制度の,あのお金をしっかりと求めていただいて、えない場合でも京都市があの空き家へのお風呂設置を進めていくように努力をお願いしたいと思いますえ次にです、ねえ、お風呂がない10個は何個あるかということでえ資料を要求させていただきました、現在1943個あるということなんですけれども、その中には自費でお風呂を設置して住まわれている方がいらっしゃいます。 しかし、この方々には、あの負担区分、京都市になりました風呂窯の,の取り替えや修繕が認められていません。一方で、京都市が設置したお風呂については、取り替え修繕が認められるようになっていますけれども、この点について、えー、風呂窯取り替えの実績は何件でしょうか、また、今の運用では設置から何年ほどで取り替えが認められているのでしょうか。 畑室長まず、平成25年度から今ご指摘ありましたように、風呂釜につきましては、従前、入居者の皆様に交換をしていただいたものでございますけれども、風呂釜につきましては、どうしても一定期間使用すると、故障するということがございますので、平成設置後、 10年を経過した風呂窯については、校舎の方で修繕をするように、制度を改正したところでございますで。これまでの風呂窯の修繕実績でございますけれども、平成25年度は8修繕は81件、それからあ、失礼いたしました、取り替え580件、修繕81件でございます。 平成26年度は取り替え369件修繕は57件27年度は取り替え322件修繕53件の実績でございます浴室設置につきましてはえー 浴室はこれまで設置してきたものでございますけれども、交換したという実績は今のところございません山本委員、はいえーまあ。新たな、今取り替えとおっしゃられたのは、交換ではないということですえど,どういうことでしたでしょうか畑市長、えー、最初に申し上げましたのは、風呂釜の方でございまして、いわればあの給湯器の方でございます。 で浴室につきましては、浴室スペースのある住居に設置した実績を申し上げたものでございます山本委員それだけのおかずで風呂窯を取り替えていただいていること、大変助かっておられると思います。えもっともあの先ほども言いましたように、自費設置の方は何十年と使われておりますけれども、この風呂窯の取り替えが認められていません。 これは本当に大きな交代、まあ、あの制度として、欠陥があると思っています。あの確かに、こういったあの市営住宅は、昭和30年代、40年代初めに、お風呂がない住宅が一般でしたので、銭湯に通うという暮らしが庶民の大半であったと思います。そうした中で、公営住宅として保障する住宅がお風呂がなくても、まあ、それが一般であったという認識だったと思うんです。 しかし、も社会も日々進化して、今ではお風呂があって当たり前という暮らしなんですね。国も住生活基本計画の住宅性能水準の中で、浴室は基本性能の一つとして、一つとして位置づけられた、それはストック活用計画の中でもしっかりと示されています。まあ、補助制度を創設して、古い公営住宅に風呂設置を進め、京都市も負担区分を見直した。そうであるならば まあ居住の権利として、自、えー、設置の方にも保障されないのは、やっぱりおかしいんじゃないかと思うわけです。え長年、市営住宅にお住まいの皆さんに、適切なお風呂の設置を行政に求める権利があると思います。そそれれを制限すする正当な理由それは何ですか畑室長、えー ただいまご指摘いただきましたように、もともと今現在、お風呂のない住宅にお住まいの方につきましては、当時は浴室が設置されていない住戸として公募を行って入居していただいたものでございまして、家賃の算定につきましても、お風呂のないことを前提とした家賃というふうになっているものでございます。もちろんあののの現在の生活ににううように住宅の機能や 向上する必要があることは、我々も十分理解するところでございますけれども、限られた予算の中で、さまざまな事業を実施していく中では、どうしても優先順位をつける必要があると考えてございます。我々が今、最も力を入れなければならないのは、まず入居者の皆様の安心・安全を図るという意味での耐震改修。 それから、ますます進んでいく高齢化、それから障害のある方に対しても、適切な住環境となるエレベーターの設置、こうしたものを最優先として実施しているところでございます。並行して、お風呂の設置、浴室の設置にもできる限り努めているところでございますが、先ほど申し上げましたように、浴室設置につきましては、空き家工房の際に行うと、国費を活用することができますので、まずは空き家整備の際に、 浴室スペースありの住戸で、浴室はないものについて、順次、浴室を設置しているところでございます、以上でございます山本委員、はいあの。こういった状況、日々前進してまして、東京都では住宅供,供給公社が、ですね一般賃貸住宅ではありますが、<laughs> 先日8月31日に、これまでの対応を転換して、 居住者が自費で設置した浴槽、風呂釜について希望すれば校舎の負担で更新すると発表しました。あお風呂のない住居は5万戸あると言います。京都市が今あのお風呂のない住戸は1900戸ですよね、えー。こういったことからもやはり築年数が大変経って40年あ、まあ あの長い間、住まわれている方に対して、しっかりとお風呂のある設備を保証した住居を保証していこうということは、実現していくわけです、実現していってるわけなんですね、こういったこともぜひ知っていただきたいと思います。いずれにしても、京都市はまあ先ほどもお話がありましたように、空き家の住居には風呂設置を進めていくということには変わりはありません。 あのストック活用計画でも、えー、住生活基本計画の内容が示されています、これはあ住まいの権利として、えー、こういった内容で、えー、公営住宅を充実していかなければならないという立場には立っていると思うんですけれども、これが浴室設置率の向上というだけではいけないと思うんです、今、住まわれている方に対して、えー、居住の権利を保障する、住まいの人権をしっかりと保障していくという、そういう立場が必要だと思います。 あの自費設置で居住されている方、お風呂の状態ですね、昨年、これは黒釜ではありませんが、西野議員があの錆びた浴室層でもまだ使っている方があるんだということを訴えられました、こういう状況でえまあ放置しておくということは、住まいの人権保障するという観点で、京都市が本当にここに目を向けているのかと言われても仕方がないことだと思います。私はは本当に思いますのは あのお金がないということが、ここでもいつも言われるわけですけれども、局として今、世界の流れ、そして全国的な日本の流れの中で、住まいに関わる考え方、人権として、考え方が本当に進展してきています、この観点に立って、敏感に反応して、充実していっていただきたいと思うんです、この点についてはどうでしょうか畑室長。 先ほどの答弁と繰り返しにならざるを得ませんが、現在のところ、事業の実施につきまして優先順位をつけざるを得ません、まずは命に直接関わる耐震改修を優先的に実施しながら、残りの改善項目につきましても、国費の獲得など、さまざまな工夫を凝らしながら、順次実施してまいりたいと考えてございます。以上でございます山本委員 あのぜひともお、まあ、数があ少なくなることなく、空き家にはああお風呂を設置していただいて、えー、一歩一歩前進することが必要だと思います。風呂窯の,こうあの負担区分の変更も一つの大きな進歩なんです、進展なんです、皆さんの努力のおかげだと思います。えー、そういいっった認識に立っててつ、えー、つずつ前進していくこと お浴槽の負担区分の変更、さらにはあ、磁気設置の皆さんへのおまあ、あの費用ですね。こういったことを持っていただけるように、あの是非検討は進めていただきたいと思っていますえ、次の点に移りたいと思いますえ、耐震化対策についてえー、お伺いします。 昨年度が平成19年度策定の耐震化改修促進計画の最中年度でした、一般住宅については、町の匠による補助制度が公表で、成果が上がっていると聞いています。しかし、一般木造住宅は平成27年度末で70.8%と、課題も認識されているわけですが、この間1年間の進捗状況、そして木造住宅の耐震化の課題というものは何でしょうか。 建築指導部長耐震化の事業の取り組みの状況でございますが、議員ご指摘のように、町の匠につきましては、非常に好評で、かなりの件数が上がっておりますが、木造住宅の一般の改修の工事につきましては、町の匠ほどの、 効果が上ががが上ってないといいなとうのが実情でございますがただ、昨年度からです、ね、木造住宅の耐震診断につきまして無料化を実施しておりましてこれについてはかなりの件数を重ねておりましてこの診断からです、ね、回収につながるということでそういった動きで昨年度も診断から回収の実績は一定、効果があったと思っております。 山本委員、えー、まああの進展もあるということなんですけれども、お診断から改修に進まない、その木造住宅に関して、その原因は何でしょうか羽黒部長。えー、まずあのー 住まいとして使いながらということと、まあ、抜本的な耐震改修をしようと思えば、仮住まいというようなことも当然出てきます、それと当然、費用の面もあろうかと思いますので、それぞれの,その住宅のご事情といろんな要素が重なった上での最終的に工事をされるかどうかとの判断になってくるかと思っております山本委員あの。よくお聞きしますのは 高齢の方がね、木造住宅、長年住まわれているということで、その住み替えもなかなか難しい、さらには、まあ、耐震化したところで、その後に、まあとに家を住み継ぐ、そういった展望がないというようなことが言われますよね、まああのえーまあ、空き家が増えている中で、そういった世代継承、住まいの世代継承というものもね、やっぱり必要になってくると思うんです。 えそんな中で、やはりあの耐震化をこの木造住宅について進めるためには、さらなるやっぱり思い切った誘導策が必要だと思っています、あのー、まあ本会議の代表質問では、住宅リフォーム助成制度のことについてもお伺いさせていただいて、あの局長は今の時点では耐震化、そして省エネのリフォーム助成制度を実施するということでお話しされたわけですけれども。 あの私はこの,あの点について、耐震化の促進に有効であるという点で、皆さんもおっしゃっているように、住宅リフォームに合わせてえ耐震化を決められる方が多いということなんで、ぜひ住宅リフォームをまあ誘導する、住宅リフォーム助成制度で誘導することによって、耐震化を促進していくという観点も一つの 考え方ではないいかと思っていますぜひともこの観点でえ、住宅リフォーム助成制度によって耐震化を高めていこうという案も、ぜひ検討に入れていただきたいと思いますが、この点、どうでしょうか羽黒部長え先ほどの,あの代表質問と同じような答弁になると思いますけれども、まずは、えー、人の命を守る、まあ、安心・安全の観点の耐震化と、えー、その他、えー 省エネリフォームという地球の環境の配慮という大きな京都市の政策目的がございます、この2つの住宅の補助制度をしっかり活用して、ですねさらなる促進につなげていこうというところでございます山本委員、はい、平成32年には90%ということで、耐震化を目指しています。 え、是非まあ、これを実現するために、えー、そういったいろんな策の中で、住宅リフォーム助成制度も考えていただきたいと思いますえー、次はですね。民間、建築物の耐震化についてお伺いします。えっ、ー、と決算を見せていただくと、扶養額が予算の3分の1ほどあります。けれども、その理由は何でしょうか？羽黒部長。 はいえー、貴重な予算を頂きた,た中で,です、ねえー、民間の耐震改修事業の扶養額が約2億8千万あ万、のー、昨年度生じております、えー、その一つの一番の大きな要因は、平成25年に耐震診断の義務化を求められた建物、義務化建築物でございますが、これの耐震診断の、えー 扶養額が1億9000万発生しておりまして、ほとんどの要因がこの事業からの扶養額となっております。当初ですね、この対象建築物に対して。 昭和56年以前の建物をすべて対象だということで予算を想定しておりましたがその後自費で耐震診断をされたまたは除却をされたまた用途等によって対象建築物がなくなった。 ということで、当初の想定よりも、えー、対象する、えー、義務化を、えー、すみません、診断を義務化される建物が、えー、少なくなったということで、結果として、えー 耐震診断の実績としては、8件ということでございます。で平成27年度に、この耐震診断の義務化の求められる対象建築事につきましては、市内すべてそういったことを行われているということで、扶養額が多くなりましたが、施策の目的としては達成したというところでございます。山本委員分かりました あそして、まあ、あの義務化された既存不適格の建築物、重要性が高いと思います、優先的に対策を打たなければならないということでしたが、あその結果、問題なかったということで、その次にあの都市の防災性を高めていくためにあの、お伺いしますと、緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化、あこれが重要だと。 いこの制度の、まあ、利用の実績はどうなってますでしょうか、えー、羽黒部長、えー、昨年度、えー、補助実績につきましては、えー、耐震診断が15件、えー、改修計画の作成が4件、えー、耐震改修の実績が1件合計20件となっております。山本委員 緊急輸送道路延長もかなりあると思うんですけれども、対象の建築物、大体総数で何件と把握されてますか羽部長、えー、しっかりとしたあの把握は、えー、できておりませんが、えー、ほぼ沿道 園に対する建築物は約6,800件程度あると推計しておりますそのうちま補助対象となるような対象建築物要は旧耐震の建物については2,000件ぐらいではないかと推計しております山本委員あの平成20年度から始まっている制度ということではなかなか進まないということが見えてくると思いますこの制度なかなか広がっていかないその課題は何でしょうか はい、部長要因といたしましては、やはり、えー、耐震回収に伴う費用ですね、こういったことが非常に資金調達が難しいということと、またです、ね、耐震診断を行って、耐震性が不足しているということが、 明らかになった場合の不動産価値、そういったことの低下を懸念される建物の所有者さんもおられると考えております山本委員。そういった困難な状況に対して、どのように対応していこうといかれされてますか。黒部長 これまでからこういったあの京都市の補助制度については、市民新聞等で広く普及啓発をしているところでございますが、それ以外にもですね関係団体、不動産の団体の方、また建築士の方の団体の方、また建設業の団体の方の方にしっかりとあの公民連携で、ですね普及啓発をこの対策法の耐震改修促進計画の中で、ネットワークを組んで、 広く啓発をしているところでございます宮本委員 あの普,普及啓発という点がやはり重要かと思います、あぜひその,あの建物、一軒一軒に事情があると思いますので、それ,をそれぞれの事情をしっかりとあのお話を聞いていただいて、対応をしていただきたいと思います。あのこの点について、重要であるという位置づけであるならば、ぜひ体制を強化していただいて、普及、そして、まあ、あの説明の活動などを充実していただきたいと思います。 次は京都市の責任において進める私有建築物の耐震化についてお伺いします防災活動の拠点となっている施設については27年度末で95.4%耐震化が実現しているということですまた災害時に避難が困難な方の要配慮者利用建築物についても89.3%ということであの平成32年度 待つ95%の目標に向かって、できるだけ早期に達成していただきたいと思っています。えー、まあ、あの周建築物の中ではまあ、市営住宅も含まれているわけです。けれども、この点についてはあ、ストック活用総合計画によって5年遅れの耐震化計画となっています。あの市民の皆さんが生活している場ですから、あの早期に対応を進めていただきたいわけですが。えー 23年度のストーク計画の中で、耐震性能ランク3、えー、ですね、えー、住宅、こういった、えー、基準の0.3未満という大変耐震の低い住湯について、112棟あると報告されていますが、こういったまあ市営住宅については、まず早急に対応が必要だと思いますが、耐震化の進捗状況はどうなってますでしょうか。はい、えー 幡住宅室長あ、失礼しました、三品住宅室担当部長。はいえー、と耐震の進捗状況でございますが、えー、耐震ランクの3がどのように進んでいるのかというお尋ねでございます。えー、耐震ランク3の当時、ストック活用計画策定時は112棟で4728戸ございました。 えー、耐震改修の事業を行うことによりまして、それを99棟、えー、700個ですね、えー、解消してきたということでございます、実績は以上でございます。山本委員、はい あのぜひこの点についてもまあ、予算の確保が必要だとは思いますが、あのぜひ同時進行でへ対応を進めていただいて、あの大変危ないまあ、補強が必要なあの重当ということですので、すぐに対応ができる準備を進めていただきたいと思います。あのいずれにしても耐震化そしてても震そ まあ支援住宅のお風呂の件についても、えー、市民の皆さんの住まいは人権という私考え方をこの都市計画局住まいについてはもう本当にスローガンに掲げて、えー、皆さんとお話しさせていただきたいと思いますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします以上で終わります進行いたします日野君はい日野君であの私は住宅政策特にあの空き家対策についてお伺いしたいと思います。 えーまあ、政策評価、まあ、私、これにいつもこだわるんですけれども、これを見ますと、えー、住宅は総合評価で C、まあ、これは2年連続で、ただですね、都市計画局がですね行っている政策の他の評価、歩く街、景観、建築物は大体毎年 B なんですね、まあ、B というのは、まああ、まあまあ、よく頑張っている、C も悪くはないんです、まあまあ頑張っている、こうこうなんですねししかしですね。 この政策の中の、ね、客観指標評価、これがですね A なんですよ、これ事業の進捗とか、ですねところが市民生活実感評価は D, D なんです、5段階のねで、どちらかというとそう思わないというこういう段階なんですけれども、これかなりの乖離があって、こういうところってあまりないんですよね、中でね、政策、政策を見て。でですね えーまあ、例えば政策のです、ね、生活実感評価の高い政策分野順位でいくと27分野が一応出てますけども、ね、この中で住宅はです、ねえー、27年度の政策評価によると下から2番目の26位なんですねでその前の年度では24位だったんですけど2位下げてしまってるんですねで、まあ、その要因等を見ますとね えーまあ、政策の中の既存住宅の流通活性化のための条件整備、これがです、ねえー、客観評価が B でありますけれども、市民生活実感評価が D なんです、でさらにこれはおそらくこれがまさに原因になるだと思うんですけれども身近なところで、身近な地域で空き家が減っていると、えー、市民生活実感評価なんですね、これはですね、毎年度、D 評価ですね、D なんですね。 どちらかというとそう思わないというこう続いてるわけですよ。で、これを見ますとね、お、ま、そ、あ、らくこれはまあ局の方でも、えー、この把握はしてると思うんですけども、まあ、市民に空き家の減少を実感していただくには至ってないと、えー、依然として空き家の増加が課題となっているということが、こういった評価になっていると、まあ、こういうですね、 えー、ふうに思思われるでではないかと思うんですね、えー、そこでお伺いしたいのはですねこの空き家対策に関して、えー、現在です、ね、10の事業を行ってますよね一つ一つかなりきめ細かにでその成果もかなり出てます、えー、先日の常任会でも私それをですね取り上げさせていただきましたけども本当にですね頑張っていただいていると思います、まあ、時間の関係で一つ一つそれを言うわけにはいかないんですけどもね えー、しかしながら、客観使用評価と住民生活実感評価がこれだけ改良しているということを,です、ねことをまえー、まず、あ、都市計画局としてはです、ね、どのようにです、ね、考えて、その対策ですね、まあ、細かいところはまた質問しますけれども、全体的にどのようにこれから取り組んでいかれるのか、まずこれをです、ね、お伺いしたいと思います。えーし 下村町再生創造推進室長。えー はい、この空き家対策でございますけれども、議員ご指摘の通り、まこの政策仕様の中で、まああの短いところでまあ空き家が減っているというところにつきましては、あのその実感としてですね、そういったことがまあ感じられないというような評価をいただいているところでございます。あのまあこの空き家対策でございますけれども、やはりあのまあ空き家のこの絶対数につきましては、あのまあ一定に今後人口減少というのがまあ避けられない。 状況の中で、まあ、住宅の需要自体は減っていかざるをえない、まあ、一方で、まあ、新築の住宅着工というのは年々増えております。 従いまして、まあ、住宅の総数が増える一方で、まあ、住宅の需要が減るという状況の中で、まあ、その差分に当たります空き家の絶対数というのが、まあ、どうしても増えていく傾向にあるというのはあの実態としてございます、まあ、一方でこの空き家につきましては単にこう住まいとして活用するだけではなくて例えば 店舗であったり、あるいは地域の居場所であったり、あるいはあの芸術家の発表の場であったり、あるいは最近ですと宿泊施設等々まあ、いろんなあの活用の仕方がございます。しかって空き家をですね、あのこういったまくりの資源というふうに捉えまして活用を促進していくということが。 大事であるというふうに考えておりまして、一昨年の4月、条例を施行いたしましてから、この空き家の活用流通の促進ということに力を入れて取り組んできた次第でございます。あの一例申しますと、空き家の改修助成制度というのがございます。 これはの、まあ、当初はです、ね、制度の周知ですとか普及にまあ時間を要したというところもございましたけれども昨年度はこの改修醸成制度、まあ、予算の執行率100%を超えるというような形であの実績も出てきておりまして、まあ、一定にこの対策浸透してきているというふうに認識はしておりますがさらに今この制度の周知徹底を図りましてこの空き家の活用流通促進というのをしっかりと進めていかなければいけないこのように考えております。表記員 まあ今あ、の10の政策、事業、取り組みのうちのまあ1つをですねえご説明いただきました、まあ、それ以外にもまだまだおそらくえ説明したいことはたくさんあると思うんですけどもね、で私、ですねあの本当にこれはあの今言いましたように、きめ細かにやっていただいているということは評価をするんですけれどもね、ただ面白いと思ったのが、ですね例えば警官、のこの政策評価の中の、 景観がです、ね、評価は B なんですよところがその中でね施策評価できますとね要するにこれは特に、えー、まああ,あ,のそのあれですね行政の方がこれだけ進んでるということに対して、えーまあ、客観的に評価をするのが C なんですが市民生活実感評価が B なんですよ。これね珍しいんですわ。 客観指標評価よりも市民生活実感評価の方がランクがとまう、あまあ、基準は全く一緒ではないですよ同じ,というのはあの同じではないんですけども表あの市民生活実感評価の方が高いというのはですね非常にこれお面白いんですないんですよほとんどこれはでねこれをまあ少しあの分析していきますとねこれは私の推測ですけども景観はまあ大変なね 市民の議論を呼んで、まあ、全市的なです、ね、取り組み、また議論、こういったものはありますから、おそらく市民の皆さんの,その関心は高いんだろうということも言えます、しかしまたもう一つは、ですねそれがゆえにね、えー、局の方でもですねこれ頑張っていただいて、例えば景観白書、これをですね平成23年に発行して、ですねさらに景観、えー、白書データ集、これもですね、 発行しておりますそれから、えー、24年にはですね、えー、京都市警官市民会議これをスタートさせて、えー、これもですね、えー、市民のですね市民目線からの意見交換を行うことを目的にということで、まあ、こういったことなんかやってるんですね。まあ、かなりね市民に対しての情報発信を まあ,あれだけの議論を呼んだ、それからまだまだ続いているという中で,です、ね、やっているわけですね、そのように考えますとね、私はこの空き家もです、ねまあ、11万戸あるというふうに言われておりますし、さらにそれがです、ね、これから どのように利活用できるのかということが、まあ、国の方でも大きな課題になっておりますけれどもそれを考えてしかし、京都市はです、ね、今言いましたあの、市長からもありました通りかなりきめ細かにやっているんですけれどもそれがまだまあ市民にねなかなかまあ伝わってない浸透してないで、まあ、それがですね、言えるんではないかというふうに思うんですね、従いましてね今後の1つの課題はですよ この景観がですね市民生活実感の方が上がっているという、こういうものを踏まえて、それに、やはりさまざまな努力をしているというのを踏まえますと、この空き家対策についても、せっかくやっていただいているですねその事業、取り組みのですねその内容なり、効果、そういったところをですね市民にしっかりと情報を発信していく、提供していく。 まあ景観の方は景観白書という形でやっておりますし、それから今言いましたような市民目線での意見交換を行う京都市景観市民会議というこのものも設置して、毎年度開催をしていくと、こうなっているんですけどもね、やはりこういった取り組みをですねこの空き家対策についてもですねやっていくべきではないかと。まあ白書までね いけなくともやはり何らかの形できちっとせっかくやっていただいている事業を、えー、紹介をするそれからまたその成果を出していく、えー、出している成果そういったものをですねそれからあ空き家対策の空き家のですね現状こういったものをですねしっかりとお発信をしていただきたいと思うんですこの空き家対策についてはですね市民の方それから専門家もかなり入っている。 えー、業界の方も入っている、業者も入っている、それから地域住民も入っている、区役所も入っている、関わってますね、いろいろな事業で、そして当然、局、室局がやってるわけですから、そういったところをしっかりと市民の皆さんに情報発信をしていくべきだと思うんですけれども、どうでしょうか、はい、下村市長。 空き家対策の取り組みの情報発信でございますけれども、あのこれまでどういった空き家対策、我々としてやっているかということにつきましては、あのいろんな機会媒体を通じて、広報はあの一定に、例えば市民新聞ですとか、京都新聞、あるいは地下鉄のポスター、チラシの全国回覧。 さらには、えー、まあ最近ですと、新たにあの固定資産税納税通知書の中にあの啓発チラシを同封しまして、周知を行うというような、まあ、いろんな媒体を通じてあの発信はしてきたつもりではございますけれども、あの議員ご指摘のとおりです、ね、あのまあそういったあの取り組みが実際、どの辺まで進んでいるのかということにつきましては、あの私どももあの発信の仕方が不十分だったというふうに反省しているところがございます。で実はあのまあこれまでの 対策を進めてきておりましてさらにこの空き家対策を進化させなければいけないということで現在空き家対策と協議会を設置をいたしまして この協議会の中で新たな空き家等対策計画についてご議論をいただいているところでございます。で、この計画につきましては、あの昨年度中に計画を策定をいたしまして、で、この計画のま進捗状況について来年度以降ですね、あのしっかりとあのその進捗のま確認をし またその進捗状況についてご議論を教育会の中でいただくということを考えておりましてそういった計画の進捗度合いについてです、ね、教育会での議論ですとか進捗の進み具合こういったものをです、ね、いろんな形で市民の皆様に周知をしていく必要があると考えておりまして議員のご指摘を踏まえましてそういった周知の方法についてはしっかりと検討してまいりたいと思います。日置委員 ぜひともですね、しっかりとお願いしたいと思います。やっている努力、その成果をですね、やはり市民の皆さんに知っていただくということは必要だと思いますし、まあ、例えば、その今やっていただいている取り組みの中でもですね、空き家の活用がですね、まあ、業者と一体となってですね、それが成果につながっているという件数なんかも上がってきているわけですから、ぜひともですね、お願いしたいと思います。で次にですね えこの今、行っている取り組みの中の適正管理の取り組みについてお伺いしたいと思います。まあ、市民からの通報件数が27年度末で1304件、えー、で対応状況を見ますと、通報の,その受理案件のうち、要対応案件、対応しなければなないものが953件。 うち解決済みの案件が254件と、まあ、これ、平成27年度末で出ております、それではですね、<coughs> この要対応案件のうち699件は、まだこれ、解決済みにはなっていないわけですけれども、この現状と、ですねそれからその取り組み状況、それからさらに今,今後、それを解決していくためのですね、 取り組み特にですねまあ,あもう少し具体的にはですね例えば先ほどのご説明で平成27年度決算の扶養額の中で3900万ですねこれが空き家対策推進事業で出ておりましてまあいろいろとあると思いますけどもその中で例えば行政代執行の未実施および緊急安全措置の実施件数が 見込みを下回ったとか、まあ、それだけ頑張っていただいたのかもしれませんけれども、そういった点もです、ね、踏まえて、これについてのです、ね、ご答弁をいただきたいと思います。下村室長。 はい、管理不全空き家対策についてでございますけれども、議員ご紹介いただきましたあの件数につきましては、これ、27年度末の数値でございます。あのちなみにあの直近の9月末時点での数値を申し上げますと、現在、通報等により把握しております件数が、累計で1530件ございまして、これらにつきまして、現場で調査をし、今本市として、何らかの対応が必要と判断した案件は1130件。 837件ございますまこれにつきましては消費者を調査をして消費者判明した案件については消費者に対する指導を行っているということでございますけれどもその結果解決に至った件数が306件という状況でございますしたいましてこの差分に当たります831件につきましては え議員ご指摘のとおり、まだあの解決に至っていない案件ということになります。これ、の案件につきましては、所有者に今、指導等、継続を行っているところでございますけれども、あの基本的には所有者の方々にしっかりとその空き家の管理責任を認識をしていただき、まあ、今後もですね粘り強く指導を行ってまいりたいと考えております。まあ、そうししたあの指導の結果あの例えば大執行によってしか解決できない いい案件が生じた場合には、まあ、地帯なく、有罪執行も実施をしていきたいと、このように考えておりますひよきん。この取り組みも、押しかけ口座とかですね、まあ、今先ほどありました固定資産税の納税通知書の送付の封筒の中への啓発文のですね同封とか、押しかけ口座とかですね。 重点取り組み地,域に地,域地区における空き家所有者への働きかけとか、かなりやっていただいてますよね、それから地域の空き家相談員とかですね、専門家の派遣制度、まあ、その中で、このぜひとも831件ですね、解決、まあ、しかしさらにまた増える、これはですね、あの解決したと思うと、またおそらく増えていくというです、ね、こういうことになるかもしれませんけれども、ぜひともお願いしたいと思うんですけれどもね、それでお伺いしたいのは、 えこれ、平成27年の4月に、これを初めてですね、大執行による管理不全空き家の除去を実施をしたと、あります今、出張のちょっとおっしゃってましたけども、例えば、この残りのは現時点、9月末時点で831件、まだ未対応のものがあると、要対応であって、まだ未解決と、この中にですね、この大執行による管理不全空き家の除去、 の実施等も視野に入れなければならないというようなです、ねえー、ものはあるのかどうか、また、えー、かなりです、ね、これ解決に時間がかかっているというのは例えば、どのくらいです、ね、最長でかかっているのかどうか、まあ、今のままで見込みというのは難しいかもしれないと思うんですけれども、その辺の未解決の,その案件についてのご説明をいいいたただきたいと思います下村市長。 現在、まだ解決に至っていない案件でございますけれども、この831件でございますが、このうちです、ね、大執行を想定されるようなものがあるかどうかということでございますが、議員ご指摘のとおり、昨年度1件、大執行を実施しております。また今年度も実は大執行を見据えて まあ指導勧告等々を行いまして最終的にまあ命令まで至った案件がございましたでこの命令にまあ従わない場合は出執行の手続きに移るということを予定していた案件が一件ございましたけれども命令を実施した結果その所有者の方からまああの空き家を売却して空き家を除却するということであの申し出が出た案件がございます従いましてこの案件についてはあの現在その出執行にかかる手続きはまあ保留しているというような状況でございますけれども。 そういったものを含めまして、将来的に大執行、可能性があるというふうに考えられます、いわゆる著しい管理不全状態にある空き家というのが、245件、これ、所有者が判明して、現在、指導している著しい管理不全空き家でございますけれども、245件ございます、これにつきましてはいろいろなレベルのものがございまして、 あのまあ指導を始めたばかりのものもございますしまあ一定にあの所有者があの指導に応じるまあ意向を示されたというようなものがえ多く含まれております、まああのどのくらいの,あの時間がかかるかということにつきましてはあの申し上げません、ちょっと個別のですね案件ごとにあのその時間というのがあの異なってまいりますのであの一概にあの申し上げることはなかなかあの難しいところございますけれどもまあ基本的にはあの所有者の方々に対応いただくということがあの原則であるというふうに に私どもを考えておりまして、あの現時点で大執行をすぐに行わなければいけないというような空き家はあの現時点ではございません。けれども、も今後その所有者のま対応状況をまあの勘案して大執行によってしかま解決できないというような案件がございましたらえ、次なく大出口を進めてまいりたいえ、このように考えております。日置常員ぜひともしっかりとですね。頑張っていただきたいと思います。この点についてですね。えー、ま、質問の最後ですけれども。 これはまあ今後の課題ということで、おそらくこれはすぐには、ね、ちょっと無理なんですけども、実はです、ね、大阪府なんですけれどもね、これ、府内で市場に流通していない空き家がまあ約21万戸あるということで、空き家の積極的な利活用を促す住宅市場の環境整備にです、ね、これから取り組むということなんですねで、具体的には建築士会等で作る大阪の住まい活性化フォーラムに働きかけをして、 市町村の空き家バンク情報を一元的にまとめて発信する全国初の大阪版空き家バンクを設置すると、まあ、こういうですね方針を出しましたでこれはすぐにね京都市がというのは難しいと思うんですけども一つにはねまずこのこういうです、ね、ことに取り組んでいけるような何か組織体というか <laughs> えー、だんそういうものをですね今後、検討してもいいんではないか、まあ、大阪では建築士会等で作っている大阪の住まい活性化フォーラム、まあ、ここがですね中心になるようですで大阪版の空き家バンク、えー、京都市もですね、まあ、将来的にはこれは京都府との連携も視野に入れてですね実際にそれを利活用していくということでよりもう少しですね一歩踏み込んだこういうですね えーまあ、京都市版空き家バンクといいますかね、それによる利活用、推進、こういったことも検討していただければと思うんですけれども、最後にこれを下村、えー、室長、失礼しました、下村室長。<laughs> はい、空き家対策まああの今後ですねしっかりとあのまあ進化をさせていきなければいけないということで、あのやはりあのそういう中であの専門家の方々の知見をしっかりとあの取り入れながら進めていく必要があると考えております。あの今ご紹介をいただきましたあの大阪のまあ事例もございますけれども、あの本市におきましてもあの先ほど若干ご紹介させてきましたが、空き家等対策協議会というのを今年度新たに設置をいたしまして建築士の方々あるいは 不動産関係の方々、とうとう専門家の方々、あるいは司法書士ですとか弁護士、そういった法的な業務に関わる方々、さらには地域の方々にも入っていただいて、 あの今後の新たなアキア対策の取り組みについて現在検討を進めているところでございます。まあのそうした中であのまあ実はあのこれまであの協議会で2回あの議論をいただいておりますけれども協議会の中でもあのまあアキアバンクについてはあのどのよう,うに考えるのかというような。 あのご指摘はあのいただいているところでございます。で、実はあのアキアバンクにつきましてはあのこれまでもあの本市であの検討を進めたことはあったんですが、あの一般的にあのまアキアバンクと言いますのはあのまあアキアのおそのおーえー何でしょうか、まあ,あの供給そのものがえまあ,あのあるんですけれども、アキア自体はですねあのあるんですけれども、なかなかそのアキアのその需要者がいないと、まアキアにそのお まあ,あのそういったその空き家を活用したいという方がいらっしゃらない場合にあのそういった空き家バンクというのを作りましてえその需要者の方々に空き家情報を発信していくというような形で進めている実態があの多くございますでそうした中であのですので例えばあのま過疎地域等々ですねそういったところでま空き家バンクを作って えまあ空き家のそのまあ活用希望者をまあ募っていくということはまあ一つあるかと思うんですけれどもあのまあえまあ旧都市の場合ですねあのまあ空き家を活用されたいという方はあの逆にあのたくさんいらっしゃる一方であの空き家の供給があのまあ供給と言いますかあのまあ空き家をですねあの手放されるまあ所有者の方々がえなかなかいらっしゃらないというようなあの実態がございますまあそういう中でちょっとそのまあバンクという仕組みなのかあるいはえ所有者の方々に対して しっかりと空き家を活用に結びつけていただくような働きかけを行っていく、そういうことが大事なのか、そういったところを今、協議会でご議論いただいているところでございまして、議員のご指摘も踏まえながら、どういう施策の在り方が効果的なのかということは、協議会の中で引き続き検討してまいりたい、このように考えております。 はい、質疑の途中ですが暫時休憩いたします質疑の再開,再開時刻は午後1時13時1時といたします